反プーチン行進に参加したもう一つのロシアの指導者たち。左から、アンドレイ・ドミトリーエフ、セルゲイ・グラーエフ、ガルリカ・スパロフ、オルガ・クルノソはもう一つのロシアは、ロシアのウラジーミル・プーチン政権に対する野党など反対勢力の連合。2006年から活動を開始し、合法的な活動の範囲内で、ロシアの政治体制を変革することを目標に掲げている。 この運動体は、非常に多種多様な政治及び人権運動からなり、国家主義者から共産主義者まで広い政治勢力が含まれる。こうした団体から代表者が出ている一方で、市民レベルでの個人的な参加も見られる。元チェス世界チャンピオンで、統一市民戦線のがアルリ・カスパロフ、人民民主連合代表のミハイル・カシアヌフ元首相。 ロシア共和党のウラジーミル・イシコフ党首らのような自由主義者、国家ボリシェビキ党のエドワールド・リモノフ党首のような極右、民族派、赤色青年前衛のような極左、急進的共産主義者に至る野党指導者が参加している。2006年7月11日、7月12日の両日にサンクトペテルブルクサミットに先立ち、モスクワで立憲制に関する国際会議を開催した。 この会議には、アンソニー・ブレントン中ロイギリス大使、バリー・ローエン・クロン米国務次官補、ダニエル・フリード国務次官補ら、欧米の外交官らも参加した。日本からも、藤田幸久前衆議院議員と、駐在ロシア大使館の秋元義孝、倉井高資料講師が参加している。その一方で、ロシア国内の主要自由主義政党であるヤブロコ及び、右派勢力同盟は、 極右政党や過激派の参加を嫌い参加していない。2006年夏、もう一つのロシアは国民合意プログラムを準備した。このプログラムはロシア国家の将来的発展を提起し、そのために志を共有する人々に広く知らしめるものであった。さらにいくつかの課題となった項目については、個別に作業部会を設置し対応することとなった。9月25日、モスクワで、 作業部会が開かれ、もう一つのロシアの政治部門から人員を出して、議論を進めることが決定した。また、同時に、もう一つのロシアは、全国組織、全国フォーラムであると規定され、国民に向けて発表された。10月31日開催された最終会合で、もう一つのロシアの組織について常設された合議型の政治組織とすることで合意し、 11月22日国民に向けて最終報告書が発表された。2006年12月16日、初めて反対行進と銘打った統一政治集会がモスクワで開催された。反対行進の名称は2005年にカスパロフによって最初に使われた。翌2007年3月3日、サンクトペテルブルクで反対行進が開催された。 この反プーチン政権を標榜した集会は、ロシアで近年行われた政権反対派の政治集会としては最大の規模であった。さらにモスクワでも2007年4月14日に反対行進が開催された。この行進は本来は合法的なデモとなるはずであったが、当局への集会申請が却下されたにもかかわらずデモを強行したため、無結果的に無許可デモとなってしまった。 そのため招待しておいた欧米各国のメディアの前で治安当局にカスパロフやカシアノフを含む数人が逮捕されることとなった。その後数時間後に全員が釈放され、さらに4月15日にもサンクトペテルブルクで集会が開催された。2013年6月19日、ロシアの日本大使館に北海道はロシアの領土であると書かれた黒い横断幕を掲げた。 メンバーらが押しかけて抗議活動を行い、警察官に制止された際、発煙筒を大使館敷地内に投げ込むなどする事件が発生、4人のメンバーが逮捕された。ありがとうございます。